だろうな。お前多分嫌なやつだろ。うわ、広ー、これ池のマップでしょ。広ー、今年2回もオープンワールドのゲームやると思わなかった。みんなで学び合ったりポケモン、今ケンタロスこんな感じなの。あ、そうなんだ。いや俺このキッチン絶対特注だよな。これ誰、ママママすっごい綺麗なママ、とんでもねえ金持ち。最近の冷蔵庫ってあのマグネットとか貼れねえ冷蔵庫が多いんだよな。ここもテレビつけれんのかな。つけれる。ピクニックにはサンドウィッチ、サンドウィッチじゃなくサン、かっこいい、出てきてくださいって言って、うわ一気に水かけた。あー、みんないい顔してかわいいな。おい、かわいいのホゲータさん、ホゲはかわいいな。お前ホゲータかわいいな。仕掛けるやついんのかな。ホゲータ行くか。ちょっと待って、そうなった時のこの、ごめんよ、ちょっと2匹がかわいそうでしか思えない。ホゲータお前バカっぽいな、俺とそっくりだな。ホゲータも1匹はぁ、いいわけねえだろ。おめえが選ぶんだったら俺にあと2匹俺がもう預かるじゃねえよ。俺が育てるよ。なんでお前だってチャンピオンだろ、自分でどっか行けよ鳥に。おや、ネモさんは入学時にポケ役ひょい、クワッスークワッスーついて、クワッスーもう来い、もう来い、クワッスーこっち、こっち来い。もうギョベベポさんは初めてのポケモン勝負で、あ、これは分かりやすいね、変わってない感じで体当たり。ひろく覚えてる、最初から、最初から、相性なんか無茶苦茶なバッで、火の嵐俺選んでたからレベル上げでよく使わせてもらってたわ。あれ豚汁にも経験値入ってない、え、学習装置ないのに、もう何でもありだろ。おいお調べ、もうなんか俺さ、あれあれ、お前最初に出てきたやつか。パンマー、パンマー、パンマ、ちょっと待って、パンもゲットしてえな、パンもゲットして、パンもゲットして、パンマー、パンマー、パンマか、パンマー、パンマー誰だこいつ、知らねえ。僕もちっさ、ちっさかわいい、ちっさ同士の戦い、コクキムシ、こいつもゲット。どれどれ、ギョベイベアボが捕まえたポケモンの数はグギャー。これは多分ポケモンの鳴き声ですよね。お、あギャー、なんでこう伝説のポ、お、止まった、あギャーす。改めて大きい声でお礼言われたんだけど、あギャー、めちゃくちゃお礼言うじゃん。え、なんかかっこいい。でも言えない。うわー、落ちるんかい普通に。今見てたでしょ絶対。ギョベバモの前歩いてるポケモン何、強そう、ついてこいて。うわー、むちゃくちゃカメラがあったりして。お前ちょっとプライド出すな、お前自分のポケモンに。なんかいる、ヘルガーだ。え、なんか可愛いのもいる。こんにちは。すまん、ホゲオ待って、ホゲオ、ホゲオだけど、ポケモンに技を覚えさせるわ。技マシンを作れる装置、やっちゃダメだってこんなの。 LP